もしょう TV です。今日はモンタナスポーツ外でやっております。今回はこちらのスポーニアのネットをご紹介したいと思います。最近他の YouTuber の方もやってますね。30秒ぐらいで組み立てられて30秒ぐらいでしまえるという画期的なネットなんですけど、バッティングもできるし守備の送球もできるみたいなネットになっております。開けます。で離すともう見えなかったかなちょっと待って、こちら2つ折りになってるんで、こちらまず上げます。ネットの横にこの棒を差し込んでいきます。反対もやっていきます。組み立ててこれで完成となります。はい、スポーニアのネットですね。そうですね。まっちゃんにもちょっとやってもらおうと思って、はい、ネットってやっぱ大変じゃない、組み立てって。そうなんですよ。ちょっといける？できる？組み立てんすか？うん、できる。めんどくさいっす。めんどくさい？一人じゃと思うじゃん。ちょっと袋から開けてみてよ。手離してそうそう、こんな感じになりました。それを下にして、そうで、反対側のとこの上からちょっとクワッと上げて、はい、その状態でこの棒を下のとこの金色のほら穴のここに入れて、これ完成です。これで完成です。お、すげえ。完成です。すごいっすね、これ。オッケー、完成です。これすごいっすね。これどう？わずか10秒でそうだね、ほぼほぼだよね。まあ最初だからあれだけど、慣れたらもう速攻パッパッパッと。そうこれすごいっすね。そう、さっきほら組み立てめんどくさいって言ったじゃん。めんどくさいです。でしょ、大体時間かかって、まず骨組みをこうつけてとかさ、ネットをこう結んでとかさ、あるじゃないですか。めんどくさい。これどうだった？これどうだった？いや、もう袋から出して離したら生きのいい魚のようにビチビチビチみたいな。そうだよね。いや、楽ですね、これは。楽。片付けもそんな重くないですし。そう、重くないし、全然子供だけでも一人で練習するには全然使えるんじゃないかなって。でしかもこっちからだったら T して、向こうからだったらピッチングもできるっていう、そのための十字、ちゃんと的がある。そう、的があるんです。はい、ちゃんと投げれればその下のところにこうやってポケットがあるんで入るんですよ。なるほど。こういうやつネットで1万3500円。でもそんな高くないですね、言うほど。言うほど。そうネットにしては1万円。ネットでね、個人って持つってよりやっぱチームでとかね、ちょっとした自主練とかにはいいかもしれない。そう、こういうなんかほらグラウンドがネットないじゃない、こういうとこって。ないんですよ。そういう時にこれちょっといいかなって。いいですね、感じ。じゃあ次ちょっとしまうか。じゃあまずしまう時は棒を取って、棒を取ります。棒取って、それでそのままパタッと。はい、そして端っこと端っこ、こういう感じですか？そう、対角線で三角に、対角線で掴んで、でこう立てて、で上のやつをくるっとこうして、で、はい、なるほど、そういう感じ。すげえ。でさっきの袋に入れたらもう OK。 あ、確かにコンパクト。そう、出てる出てますよ。普通のネットをしまう時より全然楽ですよね。ちょっと今俺初めてだったんでちょっと手間取りましたけど。そうよね、初めてでもこれぐらいできちゃうというようなやつ。いいですね、これね。スポーニアというメーカーで非常に使い勝手いいと思うんで。いいですね。やっぱ草野球のグラウンドってなかなかほらネットないじゃん、こういうネットないですね。ないんでティーもできないし、こういう時いいかなっていう思いました。ちょっとした自主練で使えると思う。使えます。はい、ぜひともスポーニアのネット購入してみてください。はい、そしてこちらのですね、ネットですね、しまうときなんですけども、横につけた棒をまず外します。外してから30秒ぐらいでもうしまえちゃうんです。外したら自然と倒れます。そしたらこのような形になります。このネットを真ん中に持っていってからのこの端と端を対角線で折り込みます。これを持ち上げて立てます。そしてしまってからこれを黒リンパでこれでしまえるというような感じ。急いでやると30秒ぐらいでこれをしまえるんで、最後こちらの袋に入れて完了という感じになります。冷やかし冷やかし冷やかし。こういう感じですぐしまいました。ネットってどうしてもやっぱかさばったり組み立てが大変になったりするんですけど、これはもう組み立てもしまう時も30秒ぐらいですぐにできるんで、とてもおすすめです。いいね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 。はい、このスポーニアですね。リンクの方はですね、動画の概要欄に貼っておきますので、こちらチェックよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。イエーイ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。